えい、えい、えい。また返してくれました。なかなか、返答率が低いと言われているハーレーさんでしたけれども、さすがはそうですね、返してくれました。まあ、最近ですね、なんかやえ返すの返さないどれのまたなんか返さない人をなんかわーわー言うようなこうツイートなんかを散見しましたけれども、まあ帰ってくることを期待してやるもんじゃないと思うんですよね。やえはですね、まあ今の方もしてくれました。基本的には、取り掛け、すれ違いざまりですね、お互いにご安全にということと、まあ気軽に仲間だよということで手を挙げてすることなんでですね、まあ知らなかったら返しようないですし、また運転にですね、集中してて、手を離す余裕がないということもあるんでですね、まあそもそもですね、これは私の知り合いの白風さんという方が言ったんですけれども、野営は、与えるものであって、もらうものではないと、まあ相手にご安全にというお祈りですね。なので、自分が、相手の方にですね、気持ちよく走ってもらうという気持ちをする、込めてするものなんでですね、帰ってこないからって、なんか言うようなもんじゃないと思います。まあですね、こういうことあんま言ってると老害扱いされるんであんま言いませんけどですね、まあ自分が好きなようにでいいと思います。でそれを他人に強要しないというのがやっぱバイク乗りの、自由というかですね、そういう素晴らしいとこじゃないかなと思うんでですね、まあ、ちょっと取り留めない話になりましたけど、私の、やえに関する、考え方でした。